こんにちは。今回のテーマは学習を習慣化させるコツについてです。学習を習慣化させることができない、三日坊主で終わってしまうという人も多いのではないでしょうか。この動画では学習を習慣化させるのが難しい理由、学習を習慣化させるコツ、学習を習慣化させるために日常生活で意識したいことについて解説します。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタン、通知登録を忘れずに。早速、学習を習慣化させるのが難しい理由について解説します。多くの人は学習を続けようと思っても学習が習慣化する前にやめてしまいます。学習が続かない理由は根性がないから、やる気がないからというわけではありません。気持ちの問題だと解釈し、勉強が辛いのに無理をしてやろうとすると挫折しやすくなります。学習が習慣化できないのは人間の脳の仕組みに関係があります。実は人間の脳は新しいことを拒否するようにできています。勉強を開始するときは面倒だったが、いざ開始してみれば集中して勉強できたという経験がある方は多いのではないでしょうか。学習は基本的に開始するときが一番辛く感じます。逆に言えば、一度学習を始めてしまえばそれ以降は続けられる人が多いです。学習を習慣化させるためには人間の脳の仕組みについて理解しておくと良いでしょう。それでは学習を習慣化させるための具体的な方法を解説します。学習を習慣化させるコツは大きく分けてこちらの3つです。学習を習慣化させるためのコツを意識することで学習が続けやすくなりますよ。一つ一つの学習を習慣化させるコツについて詳しく解説します。一つ目は、簡単なことから始め、ルーティーン化することです。いきなりハードルが高い目標を立てると達成できるまでに時間がかかったり、難易度が高くて達成できないなどモチベーションが上がりません。まずは短期で達成できる簡単な目標からクリアして達成感を味わいましょう。達成感を味わうことができればもっと頑張ろうとやる気につながり、学習を続けやすくなります。例えば最初は1日1問だけ勉強するという目標を設定して1週間続けるのはいかがでしょうか。1日1問だけでも解けたら自分を褒めるようにし、慣れてきたところで徐々に5問、10問と問題数を増やしていきます。そうすれば次第に長時間の学習が習慣化されるでしょう。また学習の難易度も徐々に上げていきましょう。例えばプログラミングを勉強しているなら、最初は1時間程度で作れるアプリを作り、徐々に難しいアプリ制作に挑戦していきます。このように最初は低い目標を立てることで、学習が習慣化するまでの段階で挫折しにくくすることが大切です。先ほど解説したように、学習は開始するときが最も辛いと感じやすいです。そのため開始するハードルをできるだけ下げることが重要です。2つ目は、ルーティーンが崩れた場合の対処方法を決めておくことです。どんなにスケジュールを入念に立てても毎日スケジュール通りに学習が進むとは限りません。そのためルーティーンが崩れた場合にどうするかを決めておくことが大切です。例えば仕事終わりに勉強する予定を立てても残業が入ってしまい帰宅が遅くなることもあるでしょう。そんな時のために1ページだけ読む、10分だけ勉強するなどと決めておくと、学習ができない時でも慌てず行動することができます。よくあるのが、1日でもスケジュール通りにいかないともういいやと学習をやめてしまうことです。このような思考に陥らないためにも例外パターンを決めておき、それに従って行動することが大切です。3つ目は、学習記録を取ることです。学習記録を取ることで学習が前に進んでいることが可視化され、モチベーションがアップし、学習を習慣化しやすくなります。学習記録の取り方には、 To Do リストを作成する、ブログにまとめる、 SNS に書き込むなどの3つがあります。 To Do リストを作成するは最も簡単な方法です。 To Do リスト専用のアプリもあるので、インストールして使いましょう。 To Do リストのメリットは、完了した作業を塗りつぶすことで学習の進捗が分かりやすくなることです。また To Do リストが塗りつぶされていくことで達成感を感じやすくなります。次のブログにまとめる方法もおすすめです。ハテナブログなど無料のブログを使って学習記録をつけると良いでしょう。ブログのメリットは、これまで書いたものを読み返しやすいことです。今までの学習記録を読み返すことで、自分がこれまで努力してきたということを実感でき、モチベーションが上がります。最後の SNS に書き込むも非常に効果的です。 Twitter の SNS に
今日はプログラミングを3時間勉強したなどと書き込みます。 SNS のメリットは書き込んだ内容にいいねなどの反応がある点です。他の人から反応が来ることで自己肯定感が上がり、それによってモチベーションもアップします。こういった方法で日々の学習記録を取ればモチベーションアップにつながり、それによって学習が習慣化しやすくなります。以上3つが学習を習慣化させるコツです。ぜひ今回紹介した学習を習慣化させる3つのコツを意識して普段の学習に取り組んでくださいね。続いて学習を習慣化させるために日常生活で意識したいことを解説します。日常生活で意識したいことは、早寝早起きを心がける、適度に運動も行う、食事を3食しっかりとるの3つです。日常生活で意識したい3つのことを心がけることで、さらに学習を習慣化させやすくなります。また学習効率が上がる、集中力が身につくなどの効果も期待できます。1つ目は早寝早起きを心がけることです。朝6時頃に日光を浴びることでメラトニンが分泌され、生活リズムが整いやすくなります。生活リズムが整えば毎日決まった時間に学習しやすくなるでしょう。また夜遅くに学習するより朝早くに学習した方が良いです。なぜなら夜遅くだと仕事などで疲れている場合が多く、それを理由に今日はもういいやと学習を後回しにしがちだからです。そのため早寝早起きを心がけることをお勧めします。2つ目は適度に運動も行うことです。軽い運動は気分転換にもうってつけです。気分転換を行うことで勉強に集中しやすい脳が作れます。勉強ばかりしても息が詰まってしまい、長期間学習を継続することは難しいので、合間に運動をすると良いでしょう。また適度な運動は記憶力の向上にも効果があります。記憶力が高まると学習効率が上がるので、モチベーションもアップし習慣化しやすくなります。3つ目は食事を3食しっかりとることです。食事を決まった時間にきちんととることで生活リズムが整い、学習を習慣化させやすくなります。また朝食をとることで脳に必要なエネルギー源や栄養素が供給され、脳が働きやすくなり、朝の学習効率を上げることができます。以上が学習を習慣化させるために日常生活で意識したいことでした。簡単にできることばかりですので、ぜひ取り入れてみてくださいね。最後に今回の動画をまとめると、学習を習慣化させるコツは、簡単なことから始めルーティン化する、ルーティンが崩れた場合の対処方法を決めておく、学習記録を取るの3つです。学習を習慣化させるために日常生活で意識したいことは、早寝早起きを心がける、適度に運動も行う、食事を3食しっかりとるの3つです。今まで学習が習慣化しなかったという人も、この動画を見て学習を習慣化させるコツをなんとなく理解していただけたと思います。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、通知登録をして最新の動画を見逃さないようにしてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。